はい、総括の久保です。ちょっと森友事件のことをね、ずっと動画で撮っているんですけども、ちょっとさっきですね、ロイターの方から匿名で連絡があったんですけども、ある人を介してね、どうも東京オリンピックは、まあ中止もしくはできても延期だということなんですよ。で、安倍総理がこの前ね、完全な形で東京オリンピックが開催するっていうふうに言われてましたけども、それについてもコメントがあって、安倍総理は、完全な形でできるわけないって知ってるのに、ああいう発言をしているんで、まあ、どうなってんのかなってことはね、ポロッと言われてましたね。あ、そうなんだと思いましたね。まあ、これだけね、世界中の各都市で都市封鎖が起きてるのに、だってオーストラリアとかって外国に行けないわけですよね。どうするんでしょうね、オリンピックとかね。他の国もそうですけども、国から出れないのに、オリンピック開催しても選手来ないじゃないかって話ですよね。で、選手も代表を決めるような大会ができてないんで、それは完全な形は無理だろうと思うんですよね。だからそういうの全部知ってて、安倍さんってのは、なんでしょうね。オリンピックが自分が言ったらできるなんて思っちゃってるんですかね。これはね、さすがに官僚がいくら文書を改ざんしたところで、選手が来てくれないから無理ですよ。ね。そういったことをちょっとね、前提としてお話して、東京オリンピックがないかもなっていうことと、あとね、東京オリンピックが中止となると、もしくは延期ともなると、東京でもね、都市封鎖が起きる可能性があります。都市封鎖ってのは今世界中の各主要都市で起きてるんですけども、なぜかね、東京だけ都市封鎖されてないんですよね。まあ海外から来れないような状況がありますんで、まあ、間接的に都市封鎖になってるのかもしれませんけども、例えば外出制限が出たりね、まあ交通公共機関が止まったりとか、出勤が NG だったりとか、飲食店は営業しないでくれっていう風なね、そんな指示が出たりとかあり得るんですよね。で、昨今もですね、K1 の大会を主催したところが、知事はじめ多くの方に叩かれてましたけども、これ、完全に誰もやらないってことを、まあ、要求してるわけではなくて、安全管理のもと、各自で判断してくださいねっていう風なのが要請なんですよね。で、K1 なんてタフガイばっかりが来るわけですよ。体を鍛えてね、病気になんかなりそうな人ばっかりが来るわけですよ。もちろんお客さんは違いますけどね。でも1万人ぐらいの規模で大会が行われて、それぞれ安全管理もできていて、まあ文句を言われる筋合いがないといえば筋合いがないと思うんですよ。でも国民の同調圧力で、政府は何も苦言を呈してないんだけども、国民感情は勝手に K1 けしからんみたいになるわけでしょ。ということで、いろいろとね、不都合がこれから起きてくる中で、都市封鎖っていうのは徐々に実現するんではないかな。都市封鎖をしてもしょうがないよねみたいな空気は完全にできて、条項もね、成立しちゃいましたんで、ちょっと危険な状態ではないかなと思いますよね。で、都市封鎖が起きると、食料難も来ますんでね、今のうちから徐々に備蓄を始めていって、それこそ流通網に負担をかけないように、少しずつですよ、3ヶ月かけて備蓄するような感じでいかないと、それはね、1日2日のうちにみんなが買い漁っちゃったら、それは流通がパンクしますんで、で、各店舗で品薄になって、さらにそれがね、恐怖心を煽るってことになっちゃいますので、大事なのは、みんなが落ち着いてる時に、少しずつわからないように、食料だとか水だとか備蓄をしているってことなんですよ。で、家族の方にもこっそりやった方がいいです。本当一人でこっそりと備蓄はするもんなんですよ。周りの人に呼びかけたりとかね、あんまりするとね、それがパニックを呼びますからね。ちょっとね、前提が長くなりました。じゃあ、さっさっさっと記事の方行きます。タイトルから読まさせていただきますね。近畿財務局職員を自殺に追い込んだ森友公文書改ざんは、財務省佐賀局長だけの責任じゃない。事実上、安倍総理の指示だった。これはね、私もそう思います。安倍総理が間接的な指示、もしくは、消極的な指示を出したんだと思うんですよ。消極的な指示ってのは、明確に文章や言葉にはしてないけども、そう忖度しないと仕方がないような状況を作ったってことなんですよね。だからこれはね、自然になったのか、それとも意図的にやったのかっていうのは、証明のしようがありませんけども、結果的には、ある特定の職員さんが自殺に追い込まれるって形になったわけですよね。で、それを助けるような同僚もいなかったということなんですよ。で、ここに書いてますけども、ニュース23で、政治家は誰一人責任を取っていないってことなんですよね。だから官僚と政治家ってのは本当は別のもので、政治家さんの勝手な暴走を止めるために官僚ってのが決まりに粛々とね、
業務に政令する形だったんですけども、もう完全に官僚っていうのが国民の方とか法律とか、その省庁の中のことではなくてね、ある特定の政治家さんの忖度に対して動くようになっちゃったのが、まあ、間違いの始まりだと思うんですよね。でついには人が死ぬようなことになってしまって、もう誰も止められないと。で今となってはね、官僚組織ですら政治家のもう部下っていうかね、家来になっちゃったわけですよ。もう止められないですね、こうなるとね。でもしくはね、もう本当職場放棄とかするぐらいじゃないと、もうどうにもなんないんじゃないかなと思いますよね。で今回、麻生財務大臣が再調査しないって言ったじゃないですか。あれ前回もお伝えしましたけども、ああいうふうに蓋をされるともう抵抗してもしょうがないよねっていうふうに、最後の正義感を持っている方とかね、なんとか真相を究明しようとしている方でも諦めちゃうのと、プラスですね、裁判が開かれても裁判官も原告の人になかなか協力的でいられないっていう部分が起きるんですよ。だって検察のトップが、いわゆるね、司法のトップ、検察のトップがもうみんなね、安倍色になっちゃったわけですよね。まあ、この組織の中で抵抗するの難しいですよね。だからといってやっぱりね、黙ってもいられないんで、そういった責任職じゃないね、我々一般国民が自由な声を上げていって、そういった国民の声をバックにやっぱり誠実にやっていかないといけないよねっていうふうな官僚とか政治家さんの勇気を下支えしていかないといけないのかなと思うんですよ。まあなかなか難しいと思いますけどね。そして私の考えは別にこれを聞いてる皆さんにね、そう思ってくれってわけじゃないですからね。それぞれの考え方とか、それから自分のね、利益とか損益とかね、そういったものにやっぱ振り回されるのは仕方がないと思います。自分それぞれの最高の人生を送らないといけないですからね。でその中で損得と聖者っていうものですかね、そういったものに、やっぱこう私たちは少しだけ考えと行動を遠回していかないといけないのかなと思っちゃいますけどね。まあなんでしょうね、これ、まあまたリンクつけときますんで読んでいただければと思います。長いですけども、私たちがねするべきっていうのは、私たちの知る姿を子供たちに見せられるかなってことなんですよね。はい、じゃあちょっとだけ読まさせていきましょうか。まずは赤木さんの意思を継いだ奥様に敬意を表したいと感じるんですよね。それがなければ私たちは赤木さんから見えていた景色を見ることができなかったわけですと言及した上で、この件について政治家は誰一人として責任を取っていないという現実がありますと指摘、それを受けてこういうふうに返されています。安倍首相が根拠のない国会答弁をして、その答弁に合わせて官僚たちが文書を改ざんするということになって、赤木さんは板挟みにあって悩んだ末に自殺に追い込まれるという前代未聞の事件といい、安倍首相や麻生財務大臣の責任は極めて重いとしていますということですよね。皆さんはどうお感じでしょうか。それでは失礼します。